今回の動画では近日中に開催されることが予想されるイベント、オムニバスストーリー宝石の風を求めてと同時に実装されるオペレーター、やつらが今回の殲滅対象か。前衛オペレータースルトの紹介および解説を行っていきます。私はスルト。あんたが噂のドクター?これからはロドスで働かせてもらうことになってるから、退屈させないで。スルトは出身地不明のサルカス人で、ロドスとはロドスがウルサス周辺の天災の被害を受けた町を探査している際に出会いました。ロドスとしては天災の影響によりその場に無防備でいると様々なリスクがあることを鑑みてスルトを保護。スルトが感染者であることなどから治療を名目として結果としてオペレーターとして加入することになりました。ロドスとしては当初はスルトは無意識のうちに天災地域にて遭難したと考えられていましたが、実際のところはたまたま現地を通りかかり休憩をしていたところをロドスが保護をしたという形のようです。スルトはオリパシーに感染をしているため感染者ということにはなっていますが、原石融合率は 1%、 血液中の原石濃度に至っては健常者並みの 0.1 ユニットパーリットルという非常に低い感染度合いで推移しており、感染への影響が強くなる汚染地域だったとしてもスルトの感染度合いが拡大するといった現象は確認できないとのこと。理由に関しては現時点ではよく分かってはいないようです。スルトはサルカズのため本来であれば感染しやすい傾向にあるはずですが、ただオリパシーによって引き起こされている症状は比較的深刻なもので、スルトは記憶障害を引き起こしてしまっています。記憶障害の症状は自身の持つ記憶が本当のものなのかがわからないというもので、スルト本人ですら本人が本当に自身で体験した記憶なのかがわからないという記憶混濁のようなものとなっています。つまり記憶としてはとある場所に行ったことがあるということにはなっているものの、そのとある場所に本当に行ったことがあるのかがスルトにはわからないということです。この曖昧な記憶には特徴があり、これらの記憶は仮に事実でない記憶だった場合には実際に起こった出来事や地形風景とは微妙に異なっています。そのため実際に記憶にある場所に行けばその記憶が事実なのか虚構なのかがわかるわけですが、スルトは当然その場所がどこにあるのかやどう行けばいいのかは知りません。そしてこの曖昧な記憶で出てくる場所はスルトの一生では到底全てを回ることは不可能なほどの数となっているため、事実を探し出すということは困難な道のりとなってしまっているようです。ただスルト自身はそのことに関してはあまり気にはしていないようで、結果よりも過程を重視しているように見えるとのこと。自身の曖昧な過去を探るということよりもその場所に自分がいたという紛れもない事実を重視しているのかもしれません。また混乱する記憶の中での唯一の救いだったのが本人曰くアイスクリームだったようで、現在でもアイスクリームには目がないようです。そしてスルトのもう一つの特徴としてアーチ適性が挙げられます。サルカスは基本的には感染しやすい一方でアーチ適性が他の種族よりも高くなっているのに対してスルトはサルカズにもかかわらずアーチ適性の評価が欠落となっています。そのためオリジニウムアーツをほとんど扱うことができず、さらには身体能力に関しても至って平均的なものとなっています。それにもかかわらず戦闘能力は通常のオペレーターよりもはるかに上回るものとなっており、スルトが手に持つ巨大な体験を用いることで周囲の環境は瞬く間に破壊され、一般的な物質であれば一瞬にして溶解することになるとのこと。この体験から放たれる高熱はいずれのオリジニウムアーツとも属さないものとなっており、なぜこのような高熱を放つことができるのかの原理もよくは分かっていないようです。そしてこの体験の出自も不明となっており、スルト曰くこの体験はいつの間にか自身のそばにあり、アーツもいつの間にか使えたとのことなので、現時点ではスルトに関しては非常に高い戦闘能力を持つということ以外はほとんど何もわからないという状況です。スルトという名前からはある程度推測することは可能でしょうが、それが事実なのかどうかが明らかになるのはまだ先のことになるでしょう。スルトのモチーフとなっている生物はスルトという名称からもわかるように北欧神話にて登場する炎の巨人スルトかと思われます。
スルトは北欧神話にて登場する灼熱の国ムスペルヘイムの入り口を守る巨人で、炎の剣を持つことが特徴です。彼は北欧神話においての終末の日であるラグナロクにムスペルヘイムの住人であるムスペルという巨人を率いて現れ、最後までその戦場を生き残り全てを焼き尽くす存在とされています。戦場を焼き尽くした後のスルトの消息については一切言及されておらず、生存者の中にもスルトの名称は存在していないため、ラグナロクの後どうなったのかは明らかになっていません。現時点ではあくまでも推測の域にはなりますが、北欧神話のスルトがラグナロクによって北欧神話の9つの世界を終わらせたことから、スルトもまたエーシェンツたちが繁栄している今よりも過去の世界で臣民たちに凄まじい影響を与えた存在だったのかもしれません。力ではなく私自身を評価してるから。そうか、そこまで言うならこちらも相応の努力で応えよう。スルトはムースやアステシアと同じ術攻撃型の前衛オペレーターで、ブロック数が少ない代わりに防御力の高い敵に対してでもダメージを出すことが可能なオペレーターです。ブロック数やコストなどの基本ステータスは特に大きな特徴はないと言いたいところですが、そんなことはなく、レアリティが上がるごとに配置コストが増加するという法則を無視して、星5の術攻撃型前衛であるアステシアと全く同じ配置コストとなっています。にもかかわらず HP や攻撃力などのステータスは特に攻撃力が突出して高くなっており、アステシアと比べても80以上の差があります。防御力はさすがに防御にステータスが寄っているアステシアの方が高くはなっていますが、HP も400近くするとの方が上回っているため、総じてレアリティにふさわしく、配置コストから見るとやや過剰な性能を持っていると言えます。素質1、妖艶はスルトの攻撃対象の術耐性を最大で22無視するというもので、実質的に相手の術耐性をマイナス20にするため、たとえ相手がある程度の術耐性持ちだったとしてもスルトはそれを無視して攻撃することが可能です。この効果はスルトの攻撃にしか適用されないため、他の術攻撃のオペレーターのダメージが上がるということはありませんが、スルトは他オペレーターをサポートする側というよりかは他オペレーターにサポートされる側の存在のため、スルトを配置するであろう戦場に術耐性のデバフをばらまくことができるオペレーターを配置して、より強力な攻撃を叩き込めるように徹した方がいいでしょう。素質に余人はスルトの HP がゼロになるようなダメージを受けてもそのまま撤退することはなく、 HP を1残した状態で格殺系の攻撃を除く全てのダメージを無効化し、その場に最大で9秒間ほぼ無敵の状態で居座ることができる効果を持ちます。ただしこの状態となったスルトは他オペレーターからの回復対象にはならず、パフューマーの素質のような相手を選ばない HP 回復の効果も受けることはできません。つまりこの素質が発動した時点で何をやってもスルトは9秒後には撤退するということとなります。なお、この素質の効果によってスルトがステージから離れる際は撤退の扱いとなるため、素質効果終了後には配置コストは一定数が返却されます。どんな攻撃を受けようが最大9秒間はその場に留まるため、配置が無駄になるということがほぼなく、高いスルトの火力をより持続的に発揮させることができる素質と言えます。そしてこの素質の効果は致命的な攻撃を受けた際ではなく、致命的なダメージを受けた際となっているため、毒ガスのような継続ダメージどころかスキル3の効果による HP 減少にも適用されるので、スキル発動後であればどんな環境であっても一定の攻撃回数が保証されることとなります。総じてスルトの素質はスルトをより強力な性能にするためのものといえ、スルトが最強のオペレーターの一角として君臨している理由の一つとも言えるでしょう。素質強化による効果はコストマイナス1、素質2効果強化、攻撃力プラス28、素質1効果強化、コストマイナス1となっており、全ての潜在強化の効果がスルトの運用と噛み合っています。無凸でも十分なスペックを持つスルトではありますが、よりスルトの性能を発揮したいのであれば素質2が強化される潜在3を、最強のスルトを使いたいのであれば貫突させてしまうことをお勧めします。スキル1、レイバテインは
SP が溜まっている際に次の攻撃の攻撃力を上昇させるというスキルで、シルバーアッシュやシュバルツのスキル1のような、いわゆる強撃系のスキルとなっています。最大まで強化することで攻撃力はおよそ3倍にまで上昇。発動に必要な SP が2まで小さくなることからかなり優秀なスキルとなっており、さらに他の強撃系スキルにはない特徴として、このスキルが発動した際の攻撃で敵を撃破した際は SP が全回復し、次の攻撃の際もスキルが発動するという効果を持ちます。つまり敵次第ではスキルが連鎖するということであり、この連鎖には回数制限はないので、場合によっては敵の数だけスキルが連鎖するということもあります。ただし、戦術したようにスキルが発動した攻撃で相手を倒した時のみ、SP 回復の効果が発動するので、敵の耐久力が高かったり、他のオペレーターと攻撃する敵が被った場合には、あまり頻繁に発動することはないので、強力な効果ではありますが、あくまでも攻撃力上昇に付随した効果と言えます。スキル1の火力を、他の強撃系スキルと比較した氷河蒸気の通りとなっており、スキル火力は他の物理強撃系のスキルとほぼ同等の威力を持ち、スキルの発動周期は強撃系の中ではやや早いものとなっています。ただ、平均 DPS という点で見ると元の攻撃力が高いブレイズや、通常攻撃が2回攻撃となっているチェンと比べるとやや低めとなっており、すべての状況においてするとが他のオペレーターの強撃系スキルに勝っているというわけではありません。とはいえ、それでも術攻撃という多くの場面にて、物理攻撃のダメージを上回ることができるアドバンテージがあるため、強撃系スキルの中では強力なスキルということに変わりはありません。全体的に前衛の強撃系スキルは、チージのスカイスマッシュやバグパイプのハイパーインパクトがあるため、不遇な立場にはなってしまっています。そのため、スルトのスキルの中では特化優先度はかなり低めにはなってしまいますが、素材に余裕があるなどで特化を行うのであれば、スキルレベルは特化3まで上げてしまってもいいでしょう。スキル2、溶角の巨影はスルトの攻撃力を上昇させ、攻撃範囲を拡大、攻撃対象を1体追加し、攻撃対象が単一だった場合は、さらに攻撃力を上昇させるというスキル。単一の敵に対しても、複数の敵に対しても、常に高い火力を叩き出すことができるという、かなり汎用性の高いスキルと言えます。発動に必要となる SP も最大まで強化することで18まで減少し、スキル発動時間も18秒と極端に短いというものではなく、最短でこのスキルを回すのであれば、スルトは配置中のほぼ半分の時間、スキルが発動していることとなります。単一の敵を攻撃した際の火力を他のオペレーターと比較した氷河蒸気の通りとなっており、スキル発動中の DPS と平均 DPS はスカジのスキル3をも上回っており、一発あたりのダメージとなるスキル火力も肉薄した数値となっています。総ダメージはさすがにスキルの発動時間が2倍以上の差があるため遠く及びませんが、スルトのスキル2は早いサイクルでスキル回しをすることができるため取り回しが良いという点でも優れています。一方でスカジのスキルは攻撃力に加えて HP と防御力も大幅に上昇するため、長期的な短期性能という点ではスカジに軍配が上がるでしょう。続いて敵2体を攻撃した際の火力を他のオペレーターのスキルと比較した氷河蒸気の通り、敵2体攻撃時は単一の敵攻撃時の効果となる攻撃力の上昇がないため、一発ごとのダメージは低くはなっていますが、それでも他の複数体の敵に対しての術攻撃スキルの火力を上回っており、さすがにデメリット持ちのスペクターのスキル2の火力には素の火力ではかないませんが、敵の防御力のことなどを考えると大半の場面ではスペクターの火力をも上回ることとなるでしょう。この点から見てもスキル2は2体の敵を相手にしても優秀な火力を発揮することができるスキルと言えます。これらの点からスキル2は地上型の術攻撃スキルとしては非常に優秀なスキルとなっており、スキル発動時間がやや短いということを除けば欠点らしき欠点は存在していません。あくまでも攻撃対象が増加するなのでブロック数は増加しないという要素はありますが、こちらに関しても他のオペレーターにブロックさせればいいだけなので欠点とは言えないでしょう。なお、このスキルを特化させるのであれば、スキルレベルは特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。
特に地面配置オペレーターの術火力が足りていないと感じているのであれば、汎用性という点ではスルトのスキルの中では最も高いので、優先してスキルレベルを上げておきましょう。スキル3、黄昏はスキルを発動した瞬間に HP をプラス5000して全回復させ、攻撃力が上昇、攻撃範囲が拡大、攻撃対象数が増加し、デメリットとして HP が徐々に減少。これらの効果がスルトが退場するまで継続します。なお HP の減少は 0.2 秒ごとに行われ、スキル発動60秒後には毎秒 20% の HP が減少、最大で毎秒1583もの HP が減少していくこととなります。一応は5から6人程度の医療や回復盾でスルトを囲むことで減少する HP を上回る速度で回復させることができるため、このスキルを永続発動させることは可能となっていますが、その分全体火力は下がることとなるため現実的ではありません。そのため基本的にこのスキルをセットした際にはスルトは使い切りタイプのオペレーターとなります。その大きなデメリットを補って余りある超火力を誇るのがこのスキルの最大の長所であり、このスキルを真正面から受けて生き残る敵ユニットは現在日本版ではほぼいないと言っても過言ではなく、実耐性70を誇るシエスタのボスポンペイですらこのスキルを耐え切ることはできません。第1形態のパトリオットですらも黄昏を2回発動させれば地雷なしでも倒すことが可能で、まさしくボスキラーにふさわしい性能を持ったスキルと言えます。スキル3の火力を他のオペレーターのスキルと比較した表が上記の通り。なおスルトのスキルの総ダメージなどはスルトが一切ダメージを受けずにスキルを持続できる時間である、およそ33秒を元にして計算を行っているため、実際の運用環境によっては大きく変化することがあるので参考程度の数値となります。上記の表の数値の通り、スキルレベル7の黄昏の最大火力となる敵3体への同時攻撃では、総ダメージはシルバーアッシュの新銀山やエイヤフィアトラのイラプションを大きく上回り、合計で20万以上のダメージを叩き出すことが可能となっています。また一発ごとのダメージも非常に高いものとなっているので、生半可な術耐性を持つ敵程度であれば素質の効果も相まってエイヤフィアトラ以上の瞬間火力を叩き出すことも可能となっています。そして平均 DPS が異常な数値となっていますが、これは配置後スキルレベル7でもわずか7秒でスキルを発動させることが可能なためであり、スルトの速攻性を表した数値と言えます。そして上記の表がスキルレベル特化3で敵6体を相手にした数値となります。スルトのスキルは最大でも4体にまでしか同時攻撃ができないため、最大6体の敵に攻撃することが可能なシルバーアッシュとエイヤフィアトラに優位性がある条件にはなっているのですが、それでも総ダメージはスルトの黄昏が新銀山とイラプションを上回る数値となっています。さすがにスキル DPS の数値は単純に攻撃できる敵の数が少ないため幾分かは下回りますが、それでも並み居るオペレーターたちの火力を大きく上回っていることに変わりはなく、これまで火力の2大巨頭だったエイヤフィアトラとシルバーアッシュに食い込み、場合によっては追い抜くほどの性能を見せています。総じてスルトのスキル3は明らかにぶっ壊れと言えるような性能を誇っており、スキル発動後は一定時間で撤退してしまうというデメリットを考えても過剰とも言える火力が全てを帳消しにしてしまっていると言っても過言ではありません。スキル発動に必要な SP も最小で5となっているため、準備する時間も必要なく、ボスが出現してから配置しても十分スキル発動が間に合ってしまうため、お手軽に超火力を叩き出すことが可能となっています。速攻性、殲滅力、耐久力、どれをとっても文句のつけようがない性能となっているため、スルトを入手したのであればこのスキルはぜひとも特化3まで上げ切ってしまいましょう。というよりスルトを入手したのであればこのスキルを特化3まで上げるのはもはや義務です。スルトの基地スキルは訓練室に関するもの一つとなっており、昇進2にすることで前衛オペレーターの訓練速度をプラス 60% するというものになっています。現時点では特化対象のスキルレベルが特化2であればフリントが、特化3であればシレロカが追加で訓練速度を速めるスキルを所持していますが、全スキルレベルを対象にした前衛の訓練速度上昇スキルとなると最も高い数値となっています。
スルトを基地スキル目的で育成するという方が少ないかとは思われますが、シデロ化やフリントを使用してのスキル特化よりかは訓練速度は長くなってしまうものの、必要となる素材はシデロ化やフリントを用意するよりも少なく済むので、訓練は1分1秒でも短くしたいというわけではないのであれば、前衛オペレーターの訓練は全て昇進させたスルトに任せてしまってもいいでしょう。それでは実際にスルトを使用していきます。今回使用するステージは H7-4。 スルトのステータスは昇進2のレベル90、スキル3のスキルレベルは特化3となります。あなたに捧げましょう。ドクター、ここっていい景色だね。このようにいくらシルバーアッシュの森林山でも盾兵はともかくとして、パトリオットにはほとんどダメージを与えることができません。この辺、みんなこっち来て。行くよ。何か考えがあるの？ではスルトの黄昏ではどうなのかというと、一切のデバフなしで盾兵には一発2000ダメージ、パトリオット相手でも1000ダメージを叩き出していることがわかります。なお、スキル発動後はこのように体力は大幅に増加する代わりに徐々に減少していることが確認できます。前に進むぞ。気をつけて行動しますね。私に指図するな。スキルによる HP 減少でもこのように HP は1残った状態でしばらくその場に止まり続けます。そのためいくらダメージの大きい攻撃を受けたとしても、スキルを発動さえさせていれば最低でもおおよそ6から7回の攻撃は確約されているというわけです。真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。始めましょう。心配しないで凝固しろ。悪くない場所だ。私に指図する。素質の効果が発動さえしていなければ、このようにスキル発動中でも医療の回復を受けることは可能なため、スキル発動時間の実質的な延長は可能となっています。ただしスルトは HP が凄まじい速度で減少していくため、回復が吸われてしまうことも多く、回復型オペレーターに回りきらなくなるということもあるので注意が必要です。先輩、火事には気をつけてください。先輩、エリートオペレーターから教わった切断術を見せてあげる。何か考え、何じらがこいつし食い、何人も語り継ぐことかなわ。行くよ。私に先を越すな。死ぬ。彼女先運より参ります。すぐに終わる。
層のうなり声が聞こえる。気をつけて行動しますね。結果を深淵に帰りなさい。繁栄か、あるいは滅びか。先輩、火事には気をつけてください。感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す。スルトはアステシアやムースとは異なり、全ての性能を攻撃に特化させたオペレーターであり、特にスキル3はスキル発動後一定時間で強制撤退するという、再配置までの時間がかなり長いアークナイツでは非常に大きなデメリットを持っています。しかしそれすらも帳消しできるほどの火力を持ち合わせており、スルトの登場によって特に対ボス戦の環境は大きく変わったと言っても過言ではありません。実際いくつかのギミックを破壊するようなオペレーターはこれまでにも登場してきましたが、単純な火力だけでいくつものギミックを破壊しているオペレーターは大陸版でも現状スルトのみといえ、実装されてから半年経った今でも特にボス戦や危機契約においてはほぼ全てのステージにて採用されているという暴れ回りっぷりを見せています。そのためスルトは上級者だけでなくボスをうまく倒すことができない初心者にもおすすめのオペレーターとなっており、個人的には大陸版で現在までに実装されているオペレーターの中では性能面で見るのであれば最もおすすめしたいオペレーターです。今まで貯蓄してきた石があるのであればそれらを全て放出してでも当てに行く価値はあるかと思います。以上でスルトの紹介および解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。